わすごい、ここっすか。コーラなんていうんですか、コーラ、コーラです。どう、大丈夫？いや、意外にバックは一発で開いた。あ、そう、いいよ。じゃあ、袋よりも。久しぶりやないですか。なんかいい感じですね。あ、めっちゃいい感じやん。ええやん。明るさとかこっち暗いんで、こっち2人でもいいし、確かに。ええ感じやん。すって、すか。いやいや、すかいい。罰金がない。なんぼ罰金払ったらええもんちゃう。嫌なやつ。まあ、お通しめっちゃいいやん。めっちゃええやん。え、めっちゃええな。最高やん、ここ。いいやん、これ。土曜日でしょ。よう入れたよ。いやいや、下もいっぱいでしょ。下いっぱいやったよ。ちょっと、下静かにしてもらう。そんな自分主体で動いたらダメです。自分主体で動いたらダメです。誰が言ってんねん。なん これは何すんの、ここで。焼肉なの。鍋よ。あ、鍋なんや。あ、鍋こうや。それはこれが鍋なんじゃん。これ食べてたんだ。これが一番、あれ？看板メニュー。あ、じゃあこれしよう。うわ、うまそう。それがお通し。うまい。これはいいよ。こんなとこをさ、俺らに黙ってたんや。女と言っててさ、そんなことある？うまい。これを言うことによって、あんま言わんといてよっていう芸能人は何人かおる。じゃあここに気張る人がおるってことね。逆に袋もあんま来ないよ。もうけえへんねや。かわいそう。こっちじゃなくて恵比寿にあるから同じ店か。そうそう、恵比寿か浅草。コーラ、うまっ。コーラっていう店。コーラはコーラ、イスラムはたかなのコーラ。お疲れ様です。そのハンドル何回回したかって覚えられへんか。頼みます。うん、頼もう。当たり前やん。あ、これ押せばいいですか。はい、もういいですか。初めてやろ、袋がメニュー持ってんの。確かに。みんな、おすすめやってよ。袋コースね。韓国風卵焼き。卵チム？韓国風卵焼き。卵チム？韓国風卵焼き。コーラ。コーラ。イライラしてるな。あと何やったら買ってもいいわね。カムジャタン鍋。ネギ上タン塩。あ、うん、これは普通に焼肉ってこと。もみだれカルビ。で、タレハラミ。ハラミ、ホルモンもらおう。三点盛り。あ、三点盛り。塩味噌、辛味噌丼。袋、おすすめ。ホルモン見とんのよ。味噌だれにしますか。味噌だれ。味噌好き。味噌好き。味噌に毒されたとこ。2でいいか。あと、ちゃんダム2つください。おつまみに牛タン。初めて。あ、いい。初めての注文。はい、あと大丈夫ですか。はい、結構いったんだよ。はい、出します。ケジャン、もうあ、ケジャン食べたい。韓国もね、やっぱケジャンはね、やっぱプサンの方なんですよね。ほんま行ったことあるんですよ。ほんまプサンで食ったから。ちょうど真ん中ぐらい終わった。もう後半、もう折り返したぐらいでもタイトなんですよね、そのスケジュールが。その前みたいになんか一日夕方まで休みみたいなのないんですよ。あ、なるほどなるほど。びっくりしたんやな。喉は大丈夫ですか。いや、まあとりあえず今のとこは、あ、今日は危なかったけど、朝起きて車乗ってきて一発で、ああもう声が出てなかった。昨日ちょっと夜中までやった。わ、来た、ちゃんとです。はい、ありがとう。毎回頼むやつ、これ。ジャンジャー頼みますね。ジャンジャーうまいやん。うまい。ジャンジャーうまいやん。いいね、韓国来たみたいわ。韓国料理食べただけで。韓国のこう。なるほどね。笑ってやと思う、こんなん。ポタンの。確かに。バッチリの世界観や。この間さ、大阪行った時さ、韓国料理ってやるか。大阪の韓国料理店、あの界隈結構韓国料理が多かった。あの辺どうやったっけ。多かったっけ。雨村のあの、ああ、あるなーって言ったね。確かに確かに。
なんかその韓国立ち飲みスタンドみたいな。そうそうそう。多かったですから。浦さだまカットカットやる。何の話か全然わからない。暗号みたいなね。なんかその同志社の暗号が。アメ村も多かったよっていうことで、袋が結構あの乗っかってくるから。いやでも確かに多かった多かった。ったもうあれ どこへ行ったかなっていうのをもう思い出すことじゃなかった。危なかったし。まさきさんとね。まさきさんとか。新しい暗号出てきた。まさきさんこれも出てるやん。そっか。そうね、録音しとこうかあ、ちょうど解読した今、まさきの名前が出たからあれやけど、沖縄が発表になってるんで、今週かな、うん、捨て頃沖縄すげえ。やっとですよ、念願ですよ。辻井さんも来るでしょ、もう飛行機取ってますよ。ありがとうございます。もう社員旅行や、これはほんとそう。行きます。那覇ですか。那覇じゃん。那覇で全然俺も沖縄としか、まあ、です。全然確認してない。沖縄選ぶ島です。なんぼキャパよそれ。結構シュールめなネタ選ぼうかな。やめとけよ。ベタなネタ行こうよ。ポップのやつで。結構スピードも早めのシュールめのネタ選ぼうかな。国際通り行こう。あ、俺のリベンジ。なんでリベンジは？俺は国際通りに行く前の日に定額なった。修学旅行ね。修学旅行。つまみ入れたかいね。はい。9月日程決まってますよね。まあ、でも確認もしてる。91これを売り切れてるんですよ。うわ、これいいですね。なんか昔の叩きみたい。たまに来ても食べられない。うまい。あ、いいね。この、なの。ニンニクの、うわ、持ってくるね、匂いが。うん、え、ニンニク巻いた方がいい。あ、巻いた方がいいね。うまい。そしたらね、うまい。嫁に怒られるけどな。ニンニク巻くとな。そんな出過ぎ。キスせえへんやん。あ、ついさん、浦さらばが、目覚ましテレビデビューしてましたよ。え、今日浦さましてる。え、そうなの。どういうことですか。1週間、だから目覚ましテレビって1週間やってるやん。そう、ランキングみたいなニュースの、うん、注目度が高かったやつを、うん、土曜日にもう1回やんのって、でそれで今日も流させて。何を、あ、転売のやつ。転売のやつです。目覚ましデビュー。目覚ましデビュー。え、出たことない目覚ましテレビ。何かやったか、まあ、気にせえ。あるわけない。いや俺も歩きがあんねん。俺も歩きがすんねん。え、なんやった。え、目覚ましじゃんけんやった。いや、それやってないじゃん。え、なんかなかった。なんか俺もあれ、俺占いで出たやん。何の占い。どこで何で。乙女座の。やばい、顔でボンでんの。やばい、写真出てくるやつ。あ、動画で。なんでミカさん犬とかそんなやつ。これもね、検索かけたらね、あんのや、目覚ましとかって。のんちゃんの酒の CM じゃないの。あのな、パコミの取材な。あ、目覚ましテレビありません。ない。はい。謝って。生きったな、謝って。生きったわけじゃない。あ、あれじゃない、ブクロとカルベさんの対談みたいな。何喋ってないの。テーマで朗読の朗読やってはるけど、カルベさん。朗読についての対談やってなかった。俺じゃないやつ。うえぇ、ー、何これ。カムジャパン鍋です。これパクチー。春菊です。あ、春菊。いや、これが旬になってくるね。春菊のこれが、その春菊が、まあ、ある程度は煮込まれてきてるはずですよ。まあね。ここでもあれやな、タバコ吸いたがる。そうやね。吸えね。吸えるっぽい。めっちゃ吸ったな。あっきって書いた。俺目悪いからな。いやいや、めっちゃ怖いな。目悪いから見えへんかったら言い訳できないですからね。マジ、罰金いくらか聞いてる。それでも相当すごいな。それって一本につきなのか、もう一回なのか。もう聞いてる時点やからな。聞いてる時点で見たでしょ、やつか。これ韓国では主流なの。こんなんあんま見たことない。俺もここで初めて食うた、カムジャパンは。ここ以外で食わんやろ。でもカムジャパンって名前は容器よね。カムジャパン。あるんや。え、そう。カムジャパンってよく聞く。サムゲタンじゃなくて。サムゲタンやわ。
じゃあ多分目覚ましテレビも違うわ。アカシアテレビじゃない。テレビってついてたね。ありがとう。なんかどうするんですよこれ。あ、これ全然ちゃんとついでいい。で、どれはこうやって飲む。見えへんように。うん。え、そんなん。え、なんすか。何礼儀。え、そんなに。わからん。なんかイテオンクラスでこうやってた。そうそう、うん。やってましたよね。やってたやってた。え、関松さんそんなんやってた。あの人見ててもないんだ。関松さん。見てただけ。関松さん。飲みやすい。飲みやすい飲みやすい。飲んでみた。今日わかんない。え、なんで。うるさいや。何の。いや、何のかは言わんけど。この回はもう車出てるから。ああ、そうそう、今週の月曜日に出てるから。まあまあね、やっぱ俺たちはこれぐらい角張った車が好きですからね、男は。これいいっすね。俺のラングラーに憧れたに比べて、あの あれですかなんや、あのなよなよした流線形は、あかん空気抵抗を一切感じさせないような流線形はなんや。だから早いね。ちっちゃいな、あの車。モザイクね。ちっちゃい車やな。雰囲気ね、変わりますね。これは好きだよ。うん、いや、いいです。いや、やめて。まあまあ、あかん。うわ。これね、ドアの音がいいんすよ。いや、開かへんねん。開いてへんねん。何してんねん、お前。あかんぞ、ほんま。はぁ。うわ。いいっすね、ここなんかハンニバルレクターみたいにしてるんですよね。いいですね。あのハンニバルレクターの捕まった時のやつ。いいっすね。鍋ちゃんのや。でも車の話聞きたい。この回やったら聞けるか。いや、教えてください。別にあのアウディの TTS ってやつ。何色？グレー。グレーかよ。グレーかい。グレー違うタイプ。グレー。クロノスグレー。クロノスグレー。ナルドグレーの1個下っす。ランクないね。2個下や、2個下。僕も聞きましたね。ありがとうございます。っていうかさ、不思議なこと何個かあって、なんで現金で一括払いしたの。いや、あのアウディ高いんですよ、金利。あ、そんなのあんの。ちょっと、あのジープの倍したの。違うやろ。俺に感化されたんやろ。いや、普通そうだよ。僕も最初だからローン組むつもりだったんですよ。でもじゃあ今までだったらさ、よく言ったのが、ローンで、割と長めのローンで買って残価制だね。そう、はい、で3年で、そう、なんかそれ言ってたよ、乗り換えていくって言って、うん、現金で買ってもらったらどうするの。いや、まあ1回終了でしょ。3年後にはもう乗り換えました。あ、そうなの。酒のタイミングではみんな買い替えるって言うけどさ、やっぱ愛着が湧いてもうてさ、3年で。いや、俺はそうです。愛着というか、まあ、もうね、もう目立ちすぎだしっていうのもあるからね。違うよ、お前だって、あれ何、一番最初買ったちっちゃいやつあったやん、ジープの。レネゲード。レネゲードなんか、まあ、あれ、どれぐらい乗ったよ。あれは1年半ぐらいちゃう。そうやろ。なんでなん。今回も3年乗ってない。2年弱。2年弱や。全然愛着湧けへん。もしなんだよ。何になる？欲しくなるし、まあ、割と あんま乗ってないぐらいで打った方がタコ売れるし。俺あんま売る感覚が分からんねんな。いやいや、なるで、乗ってたら。いやいや、車乗ってないから。何分かんねん、お前の。俺はもうその経験上や。俺正直、ラビットなかったら一生ハイエースだよ。これ何？あれ、何で食うの？かけちゃう？いや、レモンかけてから食うか。でも、ここにかけちゃう。これ、取り皿くれへんの？これさ、ある、え、あるじゃん。そのこれ用の、これもらった方がいい。かけちゃう。いや、いけんねんけど、いけんの分かってねんけど。でもここで袋さん、もうええわ、ここで。取り皿くれへん。もだからここに入れて、もうレモンつけて。レモンももっともらおう。レモンもうちょっと追加でもらおう。お金払います。これもう塩ついてんの。あ、うまっ。全然ついてる。味ついてる。もう塩、これレモンいらん。うまいうまいうまい、めっちゃうまいよ。うまいまあ、めちゃくちゃうまいな。これ何？飲み OK。 味めっちゃいい。うまい。これいきますよ。これ、ついさん、ついさん。すいません。あ、俺が取るわ。初めての、はい、ついさん。いや、ついさん何でかあんの？あんの、やってんの。その、どこが良かった？合うの。どこが良かった？うん、いや、だから、今その買い替えたやつは、もう生産終了なの。うん、TT と TTS っていうのが。うで、ゴルフ場でたまたま乗ってはる人を見て、初代、3代目なんですよ、今。初代のがめっちゃかっこよかった。
でそれ見て、あ、ええなと思って、あ、三代目は出てんねやと調べてみて、見てで、あるんかなと思って、アウディに電話したら、実はこれもう生産終了だって、でも限定車で最後に出ますってあったから、でもうこれでそのアウディ目黒店には入りますみたいなこと言われて、限定車好きやなお前。確かに。だからあれは100台限定のまたやだから100台以上生産してんねん。日本ではもうえって。でもあの色は20台だけ国内に。えっ、じゃあ絶対見ることない俺らが街で。まあ見ないでしょ。前のあれめっちゃ見た、ね、見たよね。それ100台のうちの何台か見たやん。いやいや、めっちゃ見た。もう20台30台ぐらい見たもん東京で。見てる色が。だからほんまだからそういう限定ってだからやらしいよね、そういう手口がね。いや限定は限定やろ。だって100台同時にこう集めてくれてないから。そうね、数え終わらない。そんな手口ないでしょ。めちゃくちゃうまいな。うまい。これめちゃくちゃうまい。何やこれ。何や。飲み物絶対忘れてる。あ、多分遅かった。あんまり焼き物いかないから。そうなんや、ね、もう鍋でも腹いかない。確かにこれ量多い。いや、これいいぞ。これうまそうよ。これって締めとかもある。締めもある。締めもある。何、麺。麺もあるし、確かご飯もあったリゾットでいいんですよ、うん、これほんま五反田にあったら来てるね。タバコ吸ってるわ。なんでその未熟やからさ。激うま、うん、マジで激うま。よう袋が、俺袋が見つけた店ってもうその失礼、もしかしたらそんななチェーン店的な感じ、まあ、失礼やろそれ。そのだってな、まあ、あんま食にこだわりないから、ね、かなと思ったらここはもう抜群にうまい。でもチェーンやろ。そのじゃあなんだよな、その、うん、クソチェーンではないや。東京だけにある、ね、うん、まあまあ、静岡でいうあの爽やかみたいな、うん、まあまあそう。いやいやそんなチェーンじゃない。そんなチェーン2店舗ぐらいやろ。あと2店舗。あ、バンみたいなもん。バンね。そうかそうそう。あのオニヤンマみたいな、はいはいはい。だからどこどこに出店していこうってやってるんでしょうね。もうそろそろ沈めてっていい。ちょっと聞いた方がいいね。あんまりしなってないけど大丈夫。いやいや、もういいの。いや、これをつけるぐらいの感じの。赤いのは何。赤いの、これは何、唐辛子。これさ、いわゆるさ、あのスープ汁を上からかけてってさ、沈めていくパターンじゃない。いや、まあ沈めりゃいいんじゃない。もうカサカサ俺やったろ、こんなもん。僕の店やで。ああ、そう。いや、ちょっと届きにくいからそっち行ってください。いやいやいや、いつものようにやって、いつものようにやってくる。いつもお前がやるんか、誰がやるの。女の子がやるのか。そんな女の子連れてきたやったら連れてきたやったら。女の子だけど、いつも どこに座ってるの。ここだいたいこのあっちか。あっちです。まあここもあります。返せるもん返そう。これこうやってやる感じなんですか。あ、正解やった。ちょっと待って、それ何、これ何、これなんか当たるそう。あ、これ卵焼き。これがめっちゃうまい。大丈夫、もう一個ある。じゃあ先にかかるでいく。はい、あ、すいません。うまい。うまー。これ何系の味ですか。なんやろうね、韓国これご飯いったら。あ、うまいわこれ。味濃い。うまい、味濃い。だってもう赤いのめっちゃ濃い。でなかなかその肉の鶏皿どれ。うまっ。うまぁ、まあ、これでいきなさい。ダメだ、これ何焼いてるの。カルビです。カルビ。あ、すごい。何はもらわない。もらわないでしょ。当たり好きなんで。うん、当たり好き。確かに韓国のドラマとか見てても直やわ。よう見てる。うん、めっちゃ見てる。確かにプサンとかでも。あ、ちょっと待って、プサン1個の情報やめてくれ。一回だけ行ったことあるプサンの。ケジャン直で食ってるの。結構マニアックな場所だ。ケちゃん直や。ケちゃんどこでも直や。まあ点数はつけてる。あ、うまい。うまい。うまい。うまいな。俺うまい。久しぶりにカルビ食べたわ。あの今回ちょっとフグ屋の動画。うまかい。チヂミ頼んじゃう。いや、チヂミ頼んでない。あ、チヂミ頼んでない。でもチヂミめっちゃうまそうやん。ちょっと出た。チヂミ。あと飲み物も。本当チヂミめっちゃうまそうや。いや、ちょっとこのセリフ聞いてください。はい、うまそうやったな。本当これはもしかしたらな、鍋もええ感じだし、うん、もういけますよ。アボジ、アボジいける。
もうしんなりしてるんで、タッチギの話禁止やろ、タッチギの話禁止やろ、え楽器帝国の話は大事そう、まだしてないから牛、骨付き肉とじゃがいもとか牛牛なのコパ食ってんのどうか分からん、え、飲み物忘れてると思う忘れてると思ったまた、まあ、そのでも催促すんのよくないから一応優しく言う、なめちゃんにも優しく言ってきたやろ俺らは、まあね、すいません、あれもよく分かんない、あ、来た、ありがとうございます、ありがとうございます、もういけますよね、すいません、鍋、鍋大丈夫、おい、お姉さん赤いやつもらっていいですか、辛いやつ、これ、なめちゃんコーラ、コーラハラミいけますよ、ハラミいけるって、あれ森田さんコーン茶、俺コーン茶です、まあ、来るでしょう絶対、これ通ってない可能性ある、鍋寄せましょうか、鍋、うわいつになく袋がすごい動いてくる、じゃあ僕の分お願いしてもいいですか、もう豚のこれ野菜で、野菜で、野菜でいい、俺肉欲しい、じゃがいも、あ、いいね、肉いかないですか、肉あとでちょっとあれより行くかってカルビ食べてちょっと今しんどなくいやうわわざわざタレと別のあれでめっちゃ動いてくれるやんめっちゃ動いてくるえぇ、何これ自分の店みたいなありがとう、え、長男長男も頑張ってるね、大学行けんのかな、その小遣いでバイトしてるじゃないんだから、あ、こんちゃん来た、こんちゃん催促するのやめてください、ずっと俺が言ってずっと俺が言って入れてる、お前たちの飲み物だけが来て入れてる、こんちゃんがいろいろ、あ、これはええわ、この赤いの、すごい見て、この赤いの、2種類、2種類の赤いの混ぜてある、こんな辛いの大丈夫、僕ね、赤ければ赤い方でいいんですよ、味とかじゃない、色なんで、はい、あ、うまい、あ、いいよこれ、うまい、これいい、やばい、めっちゃ超えてる、ハラミ食べる人もうみ食べる人じゃなくて、めっちゃうまい、じゃあ俺食べよう、うん、めちゃくちゃうまい、これ何めっちゃいいやん、え、じゃがいもちょっとみんなに目立って、じゃがいもめっちゃうまい、じゃがいもうまい、僕これうまいな、いもうやめよ息子ちゃうの、おいボン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 めっちゃうまいな、距離感間違えてもさんな、はいはいボンきたよ、あ、すみません、アンソンソンベうまいなこれ、あ、パッチリ禁止やから、そうガキ帝国で行ってガキ帝国これ知らんねんハラミめっちゃうまい、こっちもハラミもめっちゃうまい、ハラミ食ったよ、これさ、これに入れてもいいんじゃん、この鍋に、せんせん、もう焼いてるやつさ、もう鍋入れるそれ、入れる、入れる、入れる、俺のこと、俺のやつな、入れる、俺のやつ、あ、いいな、それ、俺のやつ、はい、めっちゃうまい肉、いや、いいっすね、うわやばいも入ってんね、うん、あ、うまっ、ハラミうまっ、何これあーめっちゃうまいわ、これはでもいいですね、いいよね、これいい、なんやろ、知らん味やわ、しかもこれ安いね、でも鍋でこれで確か2500円くらいちゃうもん、え、安い、2枚とかへぇ安いね、いつぐらいから袋は来てたもん、ここに池尻来たぐらいやから、でも何年前や、もう5、6年前、何ハウスやったっけ、あの袋最後、さよなら、袋そう、袋そう、あれなんていうミス、なんていうとこや、なんていうハイツやったっけ、まあ俺もマシな、大阪から来たもここが池尻が2つ目の、間違います、は2発目転がり込んでました、まあ言わんでいいけど、いやただ歴史やからいいよ、転がり込んでます、俺かってそうや、昔は全員そうや、やお金なかった、そう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 、6年ぐらい前に池尻来て、で2軒目があの袋そう、当たり前のように言う当たり前のようにないからな、袋そうなんて、お前らが言う、マジ当たり前のように袋荘とかだんじり公園っていうのやめてないや、だんじり公園はもう多分 Google にそれ、ね、Google でだんじり公園って出てくるから、なんてもってんねん、あそこ、あそこ本当はなんていう公園、あそこは
東五反田なんちゃら公園なんかちゃんとした名前があるのね。しょうもない名前です、しょうもない名前とか言うな。それ何？これは新町でうわいいね最高や、うん、いやここはいいな。いやまあこの辺やと一番好きですよ。もう俺これ帰ってちょっとオールドボーイ見るわ。え韓国料理食べて韓国の復讐もっとええの見てよ。なんかそのまたハッピーなやつを、あと追憶のあれかな。さすが追憶あの怖いラストのやつ怖いやつ待ってみてよ。辛いよね、持ってた壊れよ。ああここにもう骨とか、あ、骨とか入れてる。うまい。ルールブック、袋が。うまい。え、最近なんかネットフリックスとかでドラマ見ましたみたいなのないの？サンクチュアリ見ました。あ、見たって袋がサンクチュアリ。面白いですか？めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。2回。いや、俺も全部見た。めっちゃ面白かった。ホルモンいけます。ぶっちゃけね、あの見るきっかけはさらばが世話になってる脚本の方が本書いてあるんで、ね、なるいや、金ちゃん、金ちゃん知らない。え、ブクロはお会いしてない？会ってないんだ。俺はだって4年ぐらい前から聞いてましたよ、サンクちゃん。え、2年前から撮り始めたって。いや、もう構想はもっと前から。俺は聞いてます俺が撮ろうかなと思って。で、見たんですか？一話だけ時間ないかな。時間ない。あ、まあ、そうか。一話だけ辛いって言おうと思ったけど、うん、時間ないもんってそんなトーンで言われたら言われへん。マジで見たいけど。袋は見たから。おいおい、妻の相変わる新幹線で見ました。俺も分かるわ。新幹線で見るよな。次シーズン2来たら出る？出る？出る？何や、お前そのパイプあるみたいに。次シーズン2もし来たら出る？何役出んねん、あんなもん。いや違う、体作りから。やば、2年空けます。力士やないか。袋のスケジュール2年渡します。いいですか？無理よ、あんな体。寺尾の役。寺尾関。寺尾関。寺尾の役頑張ればいける。なぞってる役ないです。実際にいますって言わせて。ないで。そう、全部あれよ。力士マン。力士マン。力士マン。行きまんは早いちゃうから。何やねん、さっきは早めに言いやがって。行け行ける。まあよく焼いたのよ。え、鍋言うのか。あ、つい野菜だけ入れてほしい。あかもう、ホルモンめちゃくちゃうまい。うん、これもかけろ。俺はもう全部にこれかけてる今。そう、これ2種類や、赤いのあるの色やから。あー、ここはこれはもうめちゃくちゃうまいわ。なお前10回ぐらい来たもん。いやー、10回もっと来てんじゃん。なんか、いやー、どうだ、13試合来てんじゃん。俺15来ますから今年中に行きましょう。え、鍋追加ですか？あ、これ欲しい。俺は野菜が来ていい。野菜って野菜だろ、じゃがいもとかね。神野菜。うわ、トントロ入れる。あ、いいよ。あ、ええやん。これめっちゃええやん。これめっちゃいい。うわ、あとは大丈夫か。はい、あ、もう肉焦げてる、肉焦げてる。ほんま、この店を舞台に映画撮りたい。あんねん、なんかそういうの。チヂミはいいの？あ、もういい。まあ、だって締めに食うっしょ。チヂミめっちゃうまそうです。チヂミってショーとかいけるんですか？ハーブ。さっきなんか、あ、ハーフ、そういうのになりました。チヂミのハーフ。ハーフです。はい、じゃあチヂミハーフ。はい、ちょっと嬉しいです。これはな、泣いてる店が。もう鼻高い。いや、なんかこんな、なんかこんな動くことがない。なんか、そら、やっぱり。こんな動くんやって。確かにね。大丈夫ですか？僕欲しいんですけど。あ、あげてあげて。肉は俺いい。俺次追加でいいよ。もう韓国行こう。韓国いいっすね。あ、じゃあもう、俺案内しますわ。いや、一回しか行ったこと、え、なんか案内しますわ。プサンでいい？いや、だからプサンでソウルに。ケジャン食いたい？プサンでケジャン食っただけやろ。まあ、じゃあ、ミョンドン空港ですかね。え、だからそこやろ。ミョンドン空港なんかないか。ないよ。金浦と。そう、ソウル。うん、金浦空港とインチョンね。インチョン。ないことも知らんわ。まあまあ、でもプサン行きましょうか。行けば
ばなんとかなりますよ、ね、そうそう、行けばなんとかなる。日本語って通じたりするの？あ、結構通じますね、釜山は。釜山の情報しかないんやろ。お前、俺の韓国での動き見したるわ。こんなもんちゃうからな。まずこう、こう、あげる。あげたね、袋、今あげたね。うまいなぁ。これでもな、本当に韓国に近いわ。それめっちゃ韓国知ってるやつが言うねん。マジで。違う、1回のプサンやろ。1回のプサンに似てるで言わんといてよ。どういうの？あれ？会計？かっこいい。さっき済ましてくれるやん。でも袋やっぱ若干テンション上がってますよ。めっちゃ上がってる。若干じゃないこんな動くことあります？なんか子供が手伝ってるみたいなさ。かわいいやんけ。トントロバレうまい。あいつこの前に全部食ったのか。いやかんかん、あいつは食いたいんやろ。ありがとうございます。これもドンでいいですか？はい、大丈夫。あ、スープ今お持ちします。あ、ありがとうございます。これ何？大丈夫ですか？あ、大丈夫。これ何の豚の中、チャーシューだな。え、これ入れるやつや。入れる、入れる。食べて。はい。うわー、うまっ。袋、入れてあげて。え、袋トントン。絶対いい。これ入れてくれ。絶対袋にやらせんでええねん。あんた、そこ行ったらいけるな。トントン入れてくれ。マジうまい。トロマジうまい。甘いわ。入れてくれ。入れてあげて。やったらええな、そこで。これでええわ。これめっちゃいい。これめっちゃうまいよ。これさ、何締め何する？いや、麺や。あー、僕はラーメンかなと思いました。絶対そうや。米もうまいと思いますよ。いや、まあ米もうまいと思う。米に、まあまあ、いや、もう何でもうまい。あ、おじやセットや。山根さんに言うのはあれやけど、あれ麺じゃないし。ラーメンもある。あら、麺、俺麺の方がいいと思う。まあ俺も麺の方がいい。これご飯でも何でもうまい。袋はどれや。どうする？砂でもうまい。砂でもうまい。じゃあ砂でも。何でもうまい。ほんま。食べられへん。袋は毎回どれにしてる？砂食べられへん。いや、どっちも行くよ。ラーメン行って、その後にお茶セット行きたいですか？え、どういうこと？だから、レンチャンやん。いやいや、まあ、別に汁なんてそんなにね、お茶セットがいらんから。ほんで、これ入れろや。いやいや、だからスープ入れからや。順番が入んねん、この店のルール。え、締めどうする？まあ、麺。じゃあ、ラーメンから行ったらいいの？麺でいい。まあ、お茶セット行く人は行ったらええか。こんなに、これ以上楽しかった。袋が前来ただけ。いや、楽しいと思うね。そんな別に判断して誰 と来てんの？俺らは超えられたのかっていうのは気になるじゃないですか。俺らは楽しい。何人で来るの大体ここ？大体2人。女の子か、あと俳優の友達かもね。すごいな。でもここはちょうどええわ。俳優の人と来るときは演技論を交わすの？激アツ。激アツ演技論。こっち持ってへんから。寸劇とか始めるの？寸劇するかいな。これはだって一回茹であれして茹でてるから絶対大丈夫。味がつけばいい。ありがとうございます。これも一回真っ赤っかにしよう。トラップが危ない危ない。え？みんなもじゃないですか。チヂミうま。やっぱチヂミもいいっすね。うまいっすね。コンビそうです。みんなから。タバコでしょ。でもね、単独ライブの公演中な、あのツアー中、割と2人で喫煙所おるなって。その、別にちょっとした合わせ、なんか俺からじゃなんか、あ、ずらすんかなって思うやん。いや、そこはね、2人は関係ないですよ。吸いたい時に吸うから。ああ、じゃあ2人、なんかよう同じタイミングでおるなと思った。だから喫煙所さえ作っときゃ、うん、そこに2人集ってくれるからネタ合わせもはかどるなってことだな。いや、それがあのなんかな、タバコでコミ、なんていうの、スキンシップ測ってるってことね。喫煙所で稽古してる時間がなかったですよ、ね、そうやな、大阪とか。うん、あ、最高やな、この店マジで。いや、いいね、めっちゃいい。めっちゃいいよ、よろしいで、恵比寿に。ああ、いや、俺はここがいい。いや、ほんで、あ、これだ、食べて。チヂミめっちゃうまい。そう。チヂミはタレつけてる。タレはこれ、これ、これ、これ。いや、やめて。さすがにチヂミはまずいでしょ。いや、はい、はい。さあ、そう思うでしょ。一回食べてみて。うまっ。あの、沸
ったんやったらちゃんとして。うまいからもう。めちゃくちゃうまい。うまい。たまらんな。でもなんか、わかりやすいよね、ほんまに。今まで全然さ、あんな働かへんやつさ。自分が連れてきたみたいな、あんな働くんやつ。で、こんだけ褒められたら、やっぱり。上機嫌や。如実に上機嫌やからな。初めて見たぐらいね、あんな上機嫌、うんうん、じゃあ、今日1軒目僕の馴染みの店紹介してもらったけど2軒目どこやねんで、どっかまた紹介してもらいたいなって。ああ、確かにね。それもそれを今日振るとそっから血眼で行くんじゃん。あいつらを満足させれる店、とりあえず十何回行って馴染みという 次取るまでにめちゃくちゃいいわ。帰ってもキムヨナの映像で。好きや。現役時代の。マオちゃんとライバルやところ。どういうあれ。そうだな。なんで最近キムヨナの映像。繋がったんや。多分録画残ってたと思うねんな。はいはい。ところで。ところで。ころで。マジうまいな。マジで本ミョンボの連絡先知らないです。されてもさ、本ミョンボもともとレッズやん、うん、ベルマーレじゃないと思うで。え、ベルマーレもおったんかな。いや、最初は俺はレッズで、ね、本ミョンボ。え、カシューゼンの連絡先知らん。スタッフレッズでしょ。いや、ちょっとじゃガンバやん。カシューゼンといえば、あ、ノジューンやったわ。あ、ノジューンやんな。ノジューンは、え、広島やろ。広島でしょ。フォワードね。ムクロが2回うんって言ったよね。ムクロ今2回俺はうんって言った。分かってるか。全然聞いてない。五反田にマクドナルドできたやん、はいはい、できる前はあんだけみんなでやった五反田にマクドナルドできたぞって言ってたやん、うん、はい、行った人。俺はウーバー2回行ってて、ね、ちゃんとあ、ウーバー3回俺。あ、頼んでんのね、はい、ああ、ムクロは俺昨日だって昨日 YouTube 撮る前俺エビフィレオ食ってるから。エビフィレオうまいです、ね、頼んでまいます、ね、頼んでまうんよ。お前も頼んでまうやろ。エビ嫌いやよ。何回ここでやってんの。え、フィレオもうフィレオもそうやろ。エビ言うてんねんから。フィレオも無理。チリはチリチリエビチリも嫌に決まってるやん。チリもエビのチリだけ取らないから。チリだけどんな部分やねあれチリって。他で聞かんやん、エビチリ以外で。そうだ、迷う。マヨも嫌やろ、そりゃ。これはうまいわ。これはいい。コーラっていう映画撮りたい。ソンガンホに頼もうかな。ソンガンホ俳優さん。そうそう、監督ではないし。いやいや、ソンガンホに出てくれ、頼もう。監督誰？監督あれ誰やったっけ？地下半地下の。あーね、あの、わかるよ、もう。顔は出る。いや、もうわかるのに。あれな。わかるのに。はいはいはい。あれな、あれな、意外な。まず半地下の名前ちゃんとした名前言って。パラサイト。パラサイトな。パラサイトの監督。殺人の強くとか。そうそう、殺人の強くの。そう、袋も答えろ、袋も監督も。俺全然知らん。監督がそんなもんわかるよ。だから母なる証明ね。名前も母なる証明ですよね。はい、母なる証明ですよね。パクチソン。パクチソン、セレッソね。セレッソね、8番ね。アンジョンハン。いや、違う、アンジョンハンはマリノやろ。マリノスです。ラクバシン誰。あ、これモンゴルのボクサーやった。監督のちょっと答え誰か一回調べてください。辻さん答え調べてください。一文字目教えてもらっていいですか。ポ。大体キムとかちゃうもん。ポ。ポだってポ。ポ。え、ポ。ポ。ポジュレ。うわ、近っ。違う違う違う。あ、あ、いやいや、わかった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 。わかったわかった。ごめんごめん、わかった。俺は。映画も、映画。ポンジュのやら。正解。え、ポチョムキンじゃなくて。ポチョムキン。ガキレンジャー。ガキレンジャー。ガキレンジャー。じゃあ、ラーメンと何人前。いいじゃない。これ食える。え、そのさ、言うけど。大体俺の、大体この締めのやつって俺が言うやつが合ってる。全員腹の具合も。これ、締め、ラーメン行きたいんですけど、はい、まあ、2位ぐらいでいいですよね。はい、ほら、大丈夫。ありがとうございます。2位出すみんちゃう。うん、
帰って絶対カンナムスタイル踊ろう。踊ろうな。こうじゃなくて。カンナムスタイル。一応動画だけご覧ください。踊るんやったらね。踊るんやったら定点でやってもらって。踊るんやったらさ、家まで40分くらいかかるでしょ。テンション持続してるんだけど。踊るっすね。帰ってすぐ飛ぶ。すごいな。俺はでも、カンナムスタイルが流行る。俺は4年前から。俺サイ見てるから。俺あの大阪京セラドームで、大阪ドームで、俺あの YG ファミリーのライブ見に行ったんですよ。はい、あの当時吉本のファイブアップにいた女の社員さんに俺結構ハマってて、森田とか言って、あんた韓国のライブ行くかとか言って、俺見に連れてってもらった。で、あのビッグバンとか見て、その中に当時まだ全然売れてないサイがいた。サイってあそこまでは売れてなかった人。無名無名、うん。今日同じことやってた。うん、やのなんか原型みたいなやつだ。あれのそれめっちゃすごい人じゃない。チャン・グンソクのが日本橋に大阪日本橋にバッてゲリラ的に来た時の写真持ってます。そうゲリラ的っていうかその俺らが知らんだけどすごい人だってゲリラじゃないよ。告知してない。告知してるやろ。サイはほんまゲリラできました。いや違う違う、サイってすごい人やと思うけど最初からもう全然売れてない。まあ、2分ネタみたいなやつだった。売れてないな。あめっちゃ売れてない。カンナムスタイル原型みたいな、なんかなんかやりたいことは分かるけどなんか感じでした。つまりラッスンぐらいな。先見の明、トークテーマ先見の明。藤崎マーケットスケールスケールもうちょいあれのだいぶ前の話するってことやろ。いやそれ結構前の話。エージェントや。興味深いですよ。全然徳さんとかがまだラララライやる前になんかようラ行言うてるなみたいなとこはあったよ。ようラ行ようラ行みたいな時は飯行った時ラ行よう言うてるなみたいな。オフでオフでラ行が多かったと。その嘘か本当か分かんないですけどめっちゃ面白いです。ラ行、ようラ行言うオフでラ行が多かった。いいエピソードです、ね、いいですねっていう話はあるけど。あそうなん、ほんまそこまで調べてんの。もう伊藤の、いやだってあの日以来ってあの日さ、さっき3点取ったってその子が3点取ってハットトリックなんですよ、はい、あれラーメン作るから。ありがとう。最後の味付けあいつが最後の味付け確認する。ペロってやる人さあるやろうけど、そんなないハットトリックを目の前で全部見たっていうな。乾麺、乾麺や、乾麺が一番うまいね。新ラーメンですね、これは。違う違う、そうです。あ、そうやった。僕のマタンでいい。いや、あいつはまたなんかあれやつしてるんだよ。これは絶対うまい。絶対うまい。芸能人多そうっす。芸能人ちゃう、今の違う。うまっ、めちゃくちゃうまい。あーめっちゃうまい。たまらんな、これ。これ確かにさっきのやつにつけてもよかった。だから辛ラーメンのあれじゃない、うん、これうまいな。めっちゃうまい。みんながやるっていうんやったら袋が帰ってくるまでに全部食うっていうノリやる。どうする、袋が来る前に全部食うってやつ。よし、やろう。やろう。せっかくやしな。そう、それで帰ってきたあいつが笑顔になったら最高や。そうや、最高や、うん、あーめっちゃうまい。いや、これはうまい。大学生。何事もなかったのに、うん、すごいね。見事ですね。
おおおおおお見てました今日の動き俺取り分けてやってましたけどもですねみたいな感じで、おおおおすごいですね、こんなことしてきますか、見事ですね、いやいや、あっぱれですよ、村東、村東監督、いや、いいです、いいです、どうですか監督、村東監督、これはナイスですね、いやいや、すごいですね、すごいですね、いやいや、何してくれてるんですか、めちゃくちゃうまい、うまいや、まあまあまあ、いやまだあんねん、たぶん残ってるよ、見えてる、いや、ある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 、絶対ある、辛ラーメン、いや、違う違う、な、何今のどこ、お前もう一本もないぞ、お前ちゃんと残ってないな、すごいな、ほんまにないやん、見事に一本もないわ、すごい、俺、下に残ってるもんやと思ったけど、え、俺も芋一本も え、村東監督ちゃうわ